巨人、中日、16日、東京ドーム、第99代警視総監の尾形定吉が始球式に登場。球場アナウンスで紹介されると、球場からどよめきが起こった。先発の赤星に丁寧に挨拶すると、アナウンスがあるまでマウンド後方で待機。合図を受けると、振りかぶって渾身、渾身、の一球を投じた。ボールは惜しくもワンバウンドとなったが、 中継で解説を務めた江川卓氏は、野球の経験が終わりのような投げ方でしたねと伝えた。敬老の日ということで特殊詐欺被害啓蒙の一環。緒方氏は投球を得るとマウンド上で一塁側、三塁側、外野にも敬礼ポーズを送り、客席からは大きな拍手が沸き起こっていた。